はい、皆さんこんにちは、フラワーズ磯新です。今日はね、皆さんにこれから植え替える花の苗は何がいいのかっていうお話をしたいと思います。これ結構悩みどころだと思います。というのがですね、皆さんの視野の中にパンジーにいつ植え替えるか、パンジービオラですね、パンジービオラにいつ植え替えるかというところがあると思います。このね、パンジーを植え替える時期のベストな時期っていうのが大体10月から12月の上旬ぐらいなんですね。で、ここで夏の日照り続きでちょっと花の苗が傷んできて植え替えたいな、早く植え替えたいなと思ってる人がたくさんいらっしゃるんです。それで、まあ、9月の今中旬ぐらいじゃないですか。で、この10月までのこの間はこう待てないよって人は、まあ、ここでね、植え替えてしまう人が多いんですけれども、まあ、だからそこの半月ぐらいですね、半月ぐらいをどう過ごすかっていうところで皆さんは悩んでると思います。これね、もう本当二択だと思うんですけれども、まあ、ここでね、例えばキバナコスモスとかカランコエとか、あとはセンニシコとかね、一度こう植えといて12月の上旬ぐらいまでそれで過ごして、で12月の上旬ぐらいにパンジーに植え替えて、それからこうパンジーに切り替えていくっていうパターンと、まあ、半月ぐらいはこのまんま我慢して、まあ、10月に入ったらパンジーに植え替えて、そこからこう3月4月までパンジーで楽しむっていう方法と、まあ、この2択になってくると思うんですけれども、まあ、これはね、僕正直どっちでもいいと思うんですね。ただ一番やってはいけない選択肢は、今この時期にもパンジーすでに出回ってるんですけれども、こう早まってパンジーを9月中に植え替えてしまう人がいるんですね。これは絶対にやめた方がいいです。なぜなら、まあ、この時期にパンジーに植え替えてしまうと、まだね、外気が暑いんでパンジーが伸びちゃうんですよ、今年。そうすると今年パンジー伸びちゃうと、減らすとこうね、切り戻しをしなきゃいけなくなったりします。そうするともうね、来年パンジーの、皆さんの思ってるこのわーっと咲くパンジーのイメージあるじゃないですか、このパンジーにならなくなっちゃうんですね。なので、まあ、ここはね、ちょっと我慢して半月待ってパンジー植え替えるか、今ここで違うものを植えて12月上旬、中旬ぐらいにパンジーに植え替えるか、その2択で、やってください。じゃないと本当にこう、残念なことになってしまうので、そこだけは注意をしてください。今の時期にパンジーに植え替えてはいけません。でね、ここで、まあ、このパンジーの植え替え時期は皆さんにお伝えしたんでいいとは思うんですけれども、来年の、ね、パンジーをこうもりもりね、簡単に咲かせる方法というのがここでまた2つあります。それを皆さんにお伝えしたいと思います。その2つというのは、良い株を買って植えていただきたいということと、マガンプ系という肥料をあげてほしいということです。これがとにかく一番簡単にパンジーをもりもり来年でまで咲かせる方法なんですよ。実はこう安い苗をよくいろんな肥料をこうしてもりもりパンジーにしましたなんていうね、 YouTube の動画とかもありますけど、まあ、ね、ああいう専門的なね、知識を持った人は、まあ、それをやってもいいと思います。ただそういう専門的知識を持った人でも失敗することももちろんあります。なので、もう専門知識は持ってないけどパンジーをもりもり咲かせたいよという人は、もうちょっとね、割高なんですけれども、だいたいこの安い苗の4倍ぐらいはしますけれども、このいい苗を買って植えたら、もう来年のパンジーは4倍どころじゃないです。もうね、10倍20倍ぐらいの花が咲いていきますので、全然損はしないんですよ。だから、もうとにかく手間いらずで、それが一番パンジーを咲かせる方法なんで、ぜひね、こう手間いらずでパンジーをもりもり咲かせたい人は、僕の今言った良い苗を買うということと、マガンプ系の肥料をあげるというこのね、2つをやってみてください。そしたらね、もう本当に綺麗にパンジーはお花を咲かせると思います。はい、今日はね、皆さんにパンジーを植え替えるベストな時期と、来年パンジーをもりもり咲かせるための2つのポイントをお伝えしました。この動画がいいねと思った方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。